く山下さんより金信さんを誇りに思います。応援しています。寺岡さんより自分の直感を信じてトレンドビジョンアワードを堪能してください。エントリーナンバー22和田翔太郎さんへ、代表取締役木戸さんより、やっちゃれ勇気、やっちゃれ翔太郎、グラバラスチールループユナイテッドオーナー高子さんよりスクラップリお願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。素敵なスタイルをたくさん見れて、とても楽しかったです。カラーもね、こういろんなデザインがあって、すごい綺麗だったんですけども、若干やっぱり無理したこう設置をした場合って、こう、釣れたいのだったり、洗剤でちょっとごまかしきれないところもあって、やっぱそういうところもダサが出てくるのかなというふうに思いました。今日撮れる撮れないってあると思うんですけども、やっぱりこう挑戦することに意味がとてもあると思うので、本日ね、悔しい思いをしたらそれはそれで勝ちだと思いますし、そしたら来年も頑張りましょう。ゴールドアワード発表いたします。エントリーナンバー4、メルシー小谷純さん、おめでとうございます。トロフィーの贈呈です。お受け取りください。おめでとうございます。まだカットも全然できないときに初めて出たコンテストを取り組んでいつかゴールド取りたいと思って10年ぐらい頑張りました。だからめっちゃ嬉しいです。ありがとうございました。いやかなり良かったですね。やっぱり緊張感もあるし、やっぱりクオリティが日本一って感じしますね。審査する方もすごく緊張しましたから、それぞれやっぱりもうね、ここまで来ると思いが強いので、そのなんか かなり高いレベルの争いなんで、めちゃくちゃこっちもやっぱり仕返すも結構話でいろいろ均衡してて、でもやっぱりなんかみんな腑に落ちるようなアーダーコーナーって話してて、でやっぱりまあそうだよねっていう、それぞれの意見もぶつかりながらも、まあ、決まっていくっていう感じですね。でもやっぱり賞を取れなくてもやっぱやってることにやっぱ価値があって、本当に今日は実感できたし確信できましたね。やっぱり悔しい思いをして、多分やっぱり来年に強くなれるし、ちょっとこれは最高のイベントですね。この道が何とも、ね、そうですね。結構多分みんなそういうイメージないかもしれないけど、劣等生で太ってて、まあ、動けるチビデブみたいな、ちっちゃくて太っててみたいな、一個そこにコンプレックスがあって、もう一個コンプレックスは、父親が東大で、で塾長なんですけど、母親が薬剤師兼ピアノの先生をやってたんですけど、まあ、サラブレッドみたいな、でなんかすごいこう兄貴は優しくて、なんか伝われる、まあ、優等生、頭も良くてみたいな。僕はなんかどっちかっていうとすぐ喧嘩もしちゃったりとかするし、ね、勉強もできなかった、できなかったわけじゃないけど、ちょっとできたぐらいじゃ多分ダメなんでしょうね、東大の息子は。そこに関してのなんかこうレッテル貼られてるというか、ちょっと髪の毛染めたりするとすごい落ちこぼれ感が出てて、で、まあ、落ちこぼれでいいやみたいなところもあったんですけど、まあ、やっぱり美容師になりたいっていうのが、まあ、結構ね中学校ぐらいから友達を切ってて、うん、俺これで輝きたいなみたいな、なんかいろいろね、野球頑張ったり陸上頑張ったり、なんかこうバンドをやってみたりとかしたんですけど、なんかこうやっぱりこう怪我したりとか、夢って叶えるのって難しいとは思ってたけど、ふと思ったんですよね。有名な美容師さんにやったら、その運関係なく努力だけで近づけるんじゃないかと思って、岐阜のど田舎だったんですけどから上京して、あの美容学校に行くんですけど、専門の時でも結構壁があったんですよね。なんか定額になっちゃって、で結構入学して早々だったんで、いきなりなんかビリからスタートというか、戻った時には2ヶ月間ぐらい多分定額してたんで、差がすごい開いてて、
だから早い段階で腹をくくるというか、まあ、本当にこれでちゃんとやらないと親にも顔を合わせれないし、地元の友達とかにもダサすぎるじゃないですか。で入社してもそうなんですよ。売れなかったんですよ、とにかく。セールスになったのに月20万なんてザラだから、もうしまいには後輩にレッスンの講師をこうされるっていう、ありとあらゆるプライドは全部その時になんかなくなったというか、いい意味でね。僕がこう専門学校の時に20代のうちに独立するっていうなんか夢があったんですよね。なんかあの時の自分を裏切りたくないっていうか、絶対にやっぱりそこは叶えたいと思って、2人合わせても100万もいかない状態なのに、独立して周りからは絶対無理だとも言われるし、まあ、止められたこともあるし、毎日卵かけご飯でもいいからそれさえ食べれれば死なないと思ってて、要は給料なんかねもらえないんで、なかなかね。森吉と本当最初本当にそうなると、それこそ2人で100万だから儲かるとかじゃないんですけど、でもすごいロマンチックな時間でしたね。でまあハイトーンカラーとかインスタグラムとかでこうワイ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 こうお客さんが来てくれるようになって、初月2人で100万未満が半年後に2人で450ぐらいまで行って、その1年後に2人で、1000万まで行ったのか。1年半で100万から1000万まで行って、そこから部屋賞に呼ばれたりとか、念願の部屋賞ですよね、はい、もちろん念願の撮影、もう1個の撮影が来た時だけもうわーみたいな、スポットに当たるなんて全然今までなかったんで、求められるのが嬉しすぎて、こんな誰にも相手されなかった何者でもない僕が、だから全力で全部受ける勢いで利用者ランキングとかも上位をいただいたりとかして、さあもっともっとこれからも攻めていきたい、もっともっと夢を叶えたいって時にコロナが来て、ちょっと見切りの判断だったんですけど休業したんですよね、緊急事態の時かな。もう僕はもう本当良かれと思って、もういいことばっかりじゃなくて、休業したことにも若干こうバッシングというか叩かれたりとか、ちょっとそういうことも言われたこともあったし、カッコつけるのやめてもらっていいとか、そのつもりじゃないんだけどなみたいな。お客様も渋谷でやってたんですけど、そんなすぐに戻ってくるわけじゃないし、全部こう抱え込んじゃって、珍しくお店に行くのがしんどいっていうような、その時は分かんなかったんですけどパニック症候群みたいになっちゃって、朝起きたら例えば耳から声がいろんな声が止まらなくなっちゃってとか、涙が止まらなくなっちゃったりとか、これは自分の様子がおかしすぎると思って、ふと思った時に誰かと話したいと思った時に内田さんもびっくりしたと思うんですけど、ただ内田さんにいろいろ話して、ちょっとこういうのが辛くてとか、宮地さんってずっとうまくいってるよねって、でも全然そうじゃなくて、もうどん底まで落ちて上がって、この繰り返したし、で特にこのコロナショックというか、この状況って本当に一瞬で積み木が崩れていくような気持ちになりましたね。辛いんですよ、ずっと。辞めたい時があるとか、チェックが受からないとか、そんな時に限って彼女に振られるとか、いろんなこう苦労が並んだ。でも頑張った、失敗したけど頑張った、やり抜いた、成功した。僕は美容師辞めなくてよかったら、もうこの苦労結構あったんですよ、売れてないし。辞めなかったから今売れなくてここまで来たっていう、なんか伝説みたいに言われるっていう、全部白に変わっていく。だから僕はこれからも何があっても絶対その白を信じて、何があっても諦めないし、世界一諦めの悪い美容師でいたいかな。おはようございます。おはようございます。おはようございます。初日に美容学生ねえ、もうなんかセミナー見に来るみたいな感じらしくて。セミナー見に来る感じですよ。むしろ一人目が宮地さん。生ユニコーン。いや多分マジでガチンコ、ガチンコだよね。まずは感謝の気持ちが大きくて、宮地さんはじめとする他スタッフの方が全員と、そうですね、あとお客様皆さんに喜んでいただけるような施術だったりとか雰囲気だったりとか作れたらなって思ってます。
もともとカラーが得意だった人とかが生きるっていうのはもちろんなんですけど、次の再来週の松本店のオープンとかは新卒の子が実はメインになって、4月に入って10月までにある程度の技術をもう全部マスターして、そこから1ヶ月間社長への研修受けに来て、カラー技術を住み込みで習って松本に帰ってで今オープン準備してるんですけど、そういう世代を別に選ばず、カラーが得意な人、好きな人が活躍できるっていうのが一番可能性としては大きいかなと思ってます。もうちょい、もうちょいお願いします。頭皮染みやすい？あ、そんなことないですね。もともと髪の毛とかは全然興味なかったんですけど、へぇ、一回なんか美容院とか行ってみたらもうだいぶ印象変わったんで面白いなと思って、自分の体験をもとにそうですね、やってみたいなと思って、周りの人も幸せにしたいと思ってて、自分自身もって、みんな幸せになれるような美容師になりたいですね。こうなると緊張しますよね渋谷からこうやってやっと名古屋に広がって他に展開するっていうのがここからスタートなので、CS 創設メンバーとしてやっぱり一緒に宮地さんと頑張っていきたいです。大好評、これから始めるから、はい、なんか聞きたいことあったらいっぱい聞いてね。はい、でここブリーチつけたくないから最初ここをコンディショナーで保護してから始める。ペーパー1枚こう置くとリフト力が良くなる。これがやっとけば1回のブリッジで 2.5 回分ぐらいのリフトができるから、傷んじゃうから握りできる限り、この今ね簡単な作業やったけどめっちゃ難しいかも今の。笑っていいと思ってしてる番組、はい、あれ上京して半年で出たんだよ。本当ですか？そうそうそう、行動力って大事だよ。今から思うと面白いです。何で出たんだよ？女装して出た。女装して出た。東京とかで、まあ、宮地さんみたいに有名になるっていうか売れっ子になる秘訣みたいな。個人的には売れっ子は多分美容を頑張ってて売れてる人の背中を追って分析するじゃん。そしたらいろんな売れパターンがあるじゃん。今一番多分売れてる美容師って多分カット、特化系のショートカット特化系のところが多分一番売り上げ作ってると思うんだけど、もう大量生産だから、まあ、あとはカラーとかもなんか特化するとやっぱり今で売れやすいよね。有名になるとかっていうのは多分またちょっとフェーズが違くて、01っていうか今までなかったものを作るとか、こういう塗り方っていうなんか新しいものをやってくると俺は多分有名になるんじゃないですか。美容師をやりながら現地の美容学生と一緒に手伝ってもらってリアルサロンワークって意外となんか帰った時に、あ、これが病院なんだっていう、なんかそのああいう角度で見ることってあんまないと思うし、もう時間だったんじゃないかな。かわいい。
いいっすね。いい回でしたね。しかもあんなに見に来る人がいっぱい来るとは思ってなかったっす。ありがとうございます。まあ、人ありきで出展してて、まあ、今回は栄のトップスタイリストがカラーに特化したい宮地さんの弟子入りしたいっていうのがここの出展のきっかけになったので、それを基準にしたらいや、やっぱここだよねっていうことっていう感じになるんですよ。なるほど。盛り上げていきます。じゃあまた次は東京で会いましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。つないだハイブリッドのセミナーって、うん、結構異例ですね。いや、なかなかないよ。これちょっとお店でさ、ちょっとこうマニュアル化なんてしなくていいけど、こういうやり方があったよとか、逆にクレイを使わないあのブリッジの方はね、ちょっと参考にしなきゃいけないなっていう。いやあれでもね、オフラインで今この場で生で見られてる人に最強だよ。ペールトーンのカラーのそのブリーチワークは本当になんか勉強になることがいっぱいありました。そうですね、今回はなんかその、ね、カラーのスペシャリストみたいな方々が一気に集まるということで、あの見に来たんですけれども、あのすごいやっぱ上手ですね。まだまだです。頑張ります。お疲れ様でした。という間でした。4時間宮地さんがノンストップでカラーについて話し倒せるっていうのが、私も普段は編集者として動いているのでもう勉強になりましたし、4名のゲストの方々の技術が全く違うので、 CX カラーはおそらく多分日本のカラー市場の底上げをいきなりジャンプアップしたと思います。でそれがきっといろんな全国の美容師さんにその活躍につながるっていうのが今後楽しみだなって思います。お疲れ様です。始まった。今日振り返ってみていかがですか。僕が MC だったんですけど、あんな綺麗なカラーがこう同じ空間に並ぶのと、施術もあの高いレベルを同時にやるっていう贅沢すぎる時間と空間だったと思います。皆さんありがとうございます。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。僕もあんまりオフラインでセミナーすることがあんまりないんで、僕もやる側でしたけど、他に、3名いて、まあ、自分も一番近くでそういう技術を見れたので、まあ、とてもこう自分自身も勉強になったし、改めて、まあ、こうやってこう技術を見てもらうっていう時の、まあ、自分のテクニックとか、まあ、それが大切だなっていうふうに思いました。一流の方が並んでて、僕もあの正直あのインスタをよく見させていただいているメンバーになるんですけども、やっぱ間近でそれを見れて、あと考え方も知れて、とてもあの僕も参考になって明日からまた使えるなっていうものがいくつかあったんで、やってみたいなと思いました。一人一人やっぱ技術もそうだし知識もしっかりしてるし、そこでどういうものを使うかっていうのはすごい面白かったんで、見れたは見えたけどもうちょいゆっくり見たいなってすごい思ったんで、あとで動画とかもすごいちょっと見れたらいいなって思うんで、結構勉強になりますね、やっぱりすごい、はい、カラー技術を教育するっていうものがやはりあの今本当に多いので、まあ、そういう中で皆さんの見てる美容師さんたちのためになることを発信できればなと思っております。なんかやっぱりいろんな準備とかもろもろね、この設営もすごいし、オフラインでこういうイベントを今まで全然できてなかったし、でもちろんオンラインもあの今日両方あのやってたんだけれども、設営の人たちのこうなんですか、お疲れ様でしたとか、前日の手繰り早僕入ったんだけど、ああいうところでいろんな人に支えられながら、僕らのセミナーってあって、ちょっとでもねその胸にこう感動というか、ちょっとワクワクだったりドキドキだったり、それをでも与えれたと思うんですよね。それを機になんかもっともっと美容を好きになったりとか、明日への営業に美容師さんが生かしてくれたら本当にいいイベントだったなっていうふうに
思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お店で2冠、個人で2冠という人というところですけど、おめでとうございます。ありがとうございます。まずは終わったばかりですけど、はい、率直に今どういうお気持ちでしょうか。やっぱ嬉しいですよね。メンバーもメンバーでこの場に来るとすごい人たちがいっぱいいて、昔雑誌で見てた人だったりとか、もう僕が学んでた人たちがいっぱいいるんで、毎年緊張しますね。普段から交流はあるんですか、そういう方々とは。そうですね、でもやっぱりコロナの中だとなかなかね、こう会えることが少なくなってきちゃったんで、こういう場でご挨拶できるのはすごい嬉しいし、もうなんかスタートから明日も頑張ろう思う部分になりますね。僕の場合はやっぱりカラーリングがやっぱり自分に自信があるのと、あとはやっぱり日本人って今やっぱりこうカラーが流行ってるというか、ブリーチもそうだしハイトーンも増えてきたと思うんで、そういうところでまずアジアでもっとそこのアプローチとか、あとは結構細かい作業とかもうまいんですよね。こう僕の中で日本人ってこううまいなと思ってて、で海外の、セミナー行ったりとかもして、本当にコロナの前は結構僕が教えることが多かったんですけど、今度はなんかもうちょっとこう具体的にこうもうちょっとこう海外の方々と寄り添ってなんか店ができたり、技術をちゃんとご丁寧にアカデミーみたいなのでもいいしっていうのをやっていきたいなっていうのと、またじゃあ来年12月13日そうですけど、1年後にまた終わり、そうですねレベルアップした形でお会いしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。同級生なんです。同級生で二つ星言ってます。そう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 、そうだよね。でもこういうとこ間違ってるんだよね。呼ばれてるがさ、そうだね、下がるってのがあった。おーよかったみたいな。何よりね、お客さんも喜んでくれるし、スタッフも喜んでくれるし、なんか自分が嬉しいっていうよりは、そうやって周りが喜んでくれるのが嬉しいんですよね。二つ星、三つ星狙ってます。三つ星ね、意識はしないよ。まあね、しないのするけど、まあここまで来たらじゃないけど、まあね、あるけど、3つの面々は全員好き。いや、間違いない。2つ星一番良くない、伸びしろがあるじゃん。いや、そう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 、落ちなきゃいけない。来年1やみたいな。来年1やったらこういう会はない。こうやって喋ってない。結構俺も大変な時期とかあったけど、コロナもあったし、もちろんトメもきっと大変な時もあったと思うし、でもやっぱりその時って、俺もやっぱトメをさ、インスタで見たりとか会った時に頑張ってんなとかと思うんで、結構刺激もらえるの。嬉しい、そんなでね、こういうところで会って、なんか肩並べて賞とか取れると、まあ、ゴールドさんもそうだし、車中もスタートゼロゼロから結構ゴリゴリ、何者でもなかったわけじゃないけど、逆に言ったら今若手の人たちもすごい勢いあるから、ね、パワーになるけど、同世代がやっぱ頑張ってですねっていうのが、結構僕は励みになるし、こんないいやつなんで、まあね。いやけど本当一緒ですよ。僕専門の時は知ってて、ファッション雑誌出てて、でやっぱ昔からこう一線で出てて、一線っていうよりはいつまでもこう熱量が一緒で、いい意味で泥臭くこう進んでる方で、本当僕もインスタとか見るたんびに刺激だらけです。宮下さん、I love you。 ありがとう、嬉しい嬉しい。でもトメも僕的だから、そうそうそう、これ俺が共に出ると思う。めっちゃ動くから、動いちゃう。生産性とか感動を奪えずにまず動くみたいなところ多分あると思うんだよね。いや、これからも頑張りましょう。よろしく、いつもありがとう。ありがとうね。最高かよ。お疲れ様でした。今回で3回目なんですけど、緊張感もありますけど、入った瞬間、あ、頑張ろうと思うというか、あとやっててよかったなとかも思うし、1年振り返って辛いこととかいろいろねあっても、最強の美容師さんが集まるところにこういるともうやる気しか出ないですよね。あとはたくさんのお客様をこう喜ばせれて、こうやって賞をいただいて本当に最高の仕事だなっていうふうに、あとはこの報告まだねスタッフにできてないんで、今回はね、サロンで2冠で僕の賞でも3冠取ったんですけど、
で僕もハサミがね一つだったんですけど二つになりました。あんま意識しないって言ってたんですけど、あれ分かんないんですよ。会場に行くまで発表あった時に本当にこう一つ星の発表が始まって僕が通り過ぎた時にあれいけたかなみたいな、それとも消えたかなみたいな、そういうなんかドキドキ感みたいなのはありましたね。来年もまたここにいることが一個のまた目標でもありますし、まあ、三つ星っていうとあんま意識ではしたくないけど、でもやっぱり今回はどっちかというと個人の賞よりもサロンの2冠の方が嬉しかったですね。カラーとトリートメントで取れたんで、まあ、それでスタッフのみんなにこの後報告したいと思います。今回なんか全国で多くなったんですけど、前よりもこの神カリスマがあることでもっと頑張ろうと思う人がいっぱいいたりとか、あと若い美容師さんたちも、まあ、燃えてくると思うし、その勢いとかって今すごいし、今日もやっぱり若い美容師さんとかいっぱい会う中で僕ももっともっと頑張らなきゃいけないなって思うし、一緒に頑張って美容業界を盛り上げていきたいなっていうふうに思います。はい、自分もやるからには本気の自分を見せたいっていうのがあったんですけど、えぐる思いで話したところもあったんだけれども、生々しい自分をさらけ出したいっていうのは本心であったんで、今回の授賞式も台本なしでね今話してるんですけど、密着って普段あんまこうされたことないんだけど、やっぱりさらけ出して皆さんにそれでちょっとでも頑張ろうと思えたりとか、僕も私もって思ってくれたら嬉しいなって思うし、辛い時は全員あると思うんで、きっと頑張ってたら全員に楽しいことも起きるし、みんな波があるんですよねきっと。でそれを乗り越えて高い壁の方が登った方が気持ちいいっていうなんか曲の歌詞があるんですけど、その言葉大好きで、高い壁を乗り越えた時って気持ちいいじゃないですか。常になんか僕はその気持ちで次の壁をまた見つけたら頑張って、で辛いこともあるけど乗り越えて、それをみんなで乗り越えたらもっと楽しいし、もっとたくさんがハッピーだし、最高だなって思います。お疲れです。まあ、実はこの後、まあ、僕が尊敬してるっていうか美容頑張ろうってきっかけになった大先輩でもあるし憧れの先輩に実はこの後会いに行くんですよね。ちょっとさっき電話が来てちょっと焦ったんですけど、そういうのも頑張ってよかったなっていうか、この後めっちゃ楽しみなんですよね。まあ、僕はお手本にしてた人なんで、今からまた会って飲もうかなっていう、すげえ楽しみです。密着ありがとうございます。ありがとうございました。最高な企画を、はい、とても嬉しかったです。また僕も頑張りますので、はい、頑張りましょう。ありがとうございます。じゃあ楽しんでください。お疲れです。